2 Personen, wir haben keine Reservierung. Dankeschön. 今日はミュンヘンで日本のレストランに来てます。日本の居酒屋に来ました。歯車というお店なんだけど、うん、意味は何？歯車回るとこっちも回ってみたいな、あの時計の中のさ仕組みのこう歯車、一つ勉強になりましたね。歯車、歯車、歯がある車、なんで車？あのローラーするからじゃない、この歯のギザギザでローラーしてるから歯車なんじゃない。まあ、ドイツにいるから日本食は久しぶりですっごい楽しみにしてます。でここになんかちらほら日本語が書いてあるから日本人オーナーっぽい、うん、ね。じゃあメニューを見てみましょう。寿司セットがあって、あのロールプラス巻きみたいな感じかな。でもなんかメニューもあるよ、あのセット、スープ、スターター、刺身、焼き鳥、天ぷら、お寿司、デザート。じゃあ日本食ディナーコースがあるってことだね。そうで、もちろんスターターとか枝豆、キムチ、あとはごまあえとかそういったこと。だいたいスターターが全部5ユーロぐらいだから700円から800円の間とか。うん、そうそう、単品で頼むもの、かぼちゃのコロッケとか餃子、焼き鳥もあったね。さっきあの隣のテーブルで天ぷら見たけどすごい、本当にあった、うん、これは必須です。だからなんかずっとナス味噌が食べたいって言ってたいりませんで、もちろん刺身、どんぶり、寿司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 、うどんもあるし、うどんね、肉うどんとかすっごい美味しそうだけど、まあドイツ人が食べたいような日本食だよ。最後はデザートです。何があるでしょう？デザート、あー、わらび餅、あー、抹茶アイスでしょ。なるほど。飲み物はちなみにアサヒもキリンもありましたよね。 4.5 ユーロぐらいだから5、600円とか、だから日本で飲むのと一緒ぐらいだね、値段で言うとね。で他の日本のアルコールめっちゃあるよ。梅酒とかもあるし、梅酒もあるし、酎ハイもあるし、焼酎もある、日本酒もあるし、そうそう、黒霧島とか置いてあるし、ウイスキーのチタも置いてあるし、響きも置いてあるしね、すごい。Ein Asahi bitte. Dann den Pflaumenwein mit Soda. はい、来ました。アサヒ辛口小瓶ですね。かわいいね。ね。とアサヒのコップ。え、これドイツ向けだよ。全部ドイツ語で書いてあるよ。あ、本当だ。あ、じゃあアサヒもドイツ向けに出してんだ。ちゃんとラベリングを。ね、ではではアサヒを入れていきます。ドイツで初アサヒです。はい。完璧に入れました。ギリギリだね。うん、ギリギリじゃない。これ完璧という。はい、はい、乾杯。乾杯、うん、何？美味しい。やっぱり朝日はうまい。もうこの 2,3 週間ドイツに行って美味しい美味しいドイツビール飲めたから、これはもう no, no, no. ごめんなさい日本人。朝日やっぱりうまいわ。ドイツに来て飲んで分かるうまさ。これこれだぞ。何飲んでますか？梅酒のソーダ割り。梅酒飲んでます。レナさんの一番好きなお酒。そう、社長、はい、わさび入れてるんですね。そうだよ。でこのロールめっちゃめっちゃ美味しそうだよ。来ました。裏巻きでフィラデルフィアと鮭とアボカド、私の一番好きなコンビネーションなかもしれないよ。チーズと鮭とアボカドですよ。そうだよ、ドイツにしかないよ、ね、おお、来ました。唐揚げも来ました。美味しそう。食べていいですか？どうぞ。美味しそう。日本のお寿司と比べてどうですか？より美味しい。また別物な感じするよね。アボカドとクリームチーズがあるからより美味しい。日本人もあった方がいいよ。ねえ、日本でもこのアボカドロールとか作ればいいのね。そう。唐揚げも来ましたよ。見てこれ。でっか。美味しそう。だからね、匂いがすっごい。本当だ。ね。熱々だ、気をつけて。うん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 。もう日本の居酒屋といったら唐揚げですからね。サラリーマンの大好物ですよ。
ジューシーで美味しい。マヨネーズもついてるしね、うん、ちなみに七味もあるからマヨネーズに七味かけて、うん、これはだいぶ美味しい、だから言ったよね、ぶわって出るよって、これ蓋が大きいからね、言ってましたよ。うわ、七味つけちゃって、もう完全に日本人ですね。うん、このジューシーな唐揚げ、うん、匂いも抜群だし、うんうん、サクサク、うん、本当に完璧な唐揚げ。ちなみにわかめサラダが来たよ。これね、これ日本じゃとあんま見ないよね、このわかめサラダ。そう、なんでだろう、よくドイツに出るよ。俺がバンクーバーに留学してた時もカナダにいっぱいあったよこれ、うん、お寿司屋さんとかに。すごい美味しいよね、さっぱりしてる、うん、このわかめね、うん、シャキシャキだよね。そう、日本の居酒屋さんでも出した方がいいと思うね、これ。誰か知ってるかもしれないよ、なんで日本にないか。ちょっとコメント欄で分かる人教えてください、なんでこれ日本でみんな食べないか。ちなみにガリが、ピンクのガリがね、大量に出てます。辛いよ、めっちゃ美味しいよ。日本のガリとちょっと違う、うん、そんな辛い。本当かな。すいません、アウグスティーナのヘレスお願いします。はい、日本語めちゃくちゃうまいよ。多分日本人ではないと思うけど、レナよりも日本語がすごい上手。どういうこと？お上手です。どういうことですか？日本に来たみたいな感じ、本当に。私も日本語上手ですよ。上手だよ、はいはいはい、上手上手。ありがとう。お、来ました、アウグスティーナーっていうドイツのビール、ヘレス、うん、乾杯。おいしい。正直に言って、ん、どっちがおいしい、どっちがおいしいか。こっち。まあドイツにいるからね、おいしい。なんか揚げ出し豆腐です。揚げ出し豆腐すごい多い。なんか餅みたいだね。うん、美味しい。出汁が染み込んでますか？ちょっと出汁が少ない。うん、美味しい。うん、本当に豆腐だね。それはそうでしょ。日本の豆腐って感じするよ。しかもわかめ入ってる下に。うん。で、大根おろしが、大根おろしも入ってるね。なんか出汁の香りもして。本当に日本の美味しい居酒屋の揚げ出し豆腐みたいな感じの大量、ね、量も多いしね。そう、ドイツボリュームだね。そうだね。久々の日本料理は最高ですよ。もうちょっとで日本に帰って本格的な日本料理は食べれるけど。ちなみにドイツはこういう文化ないよね、こう居酒屋で一つのもの頼んでみんなでシェアしながら一品料理頼むみたいな。ないよ、隣のドイツ人も一人一個のうどん、二、うん、つの刺身を注文してましたよ。そうだよね、ドイツ料理もそうだもんね、ワンプレートで一人分がボリューミーに乗ってて、そうシェアするっていう文化ないもんね。ない、でも私はタカのこと好きだからシェアしてあげる。違うよ、俺の料理をレナが勝手に奪っていくんだよ。勝手にシェアされるだけだよ。ちょ、私はタカのことが好きだから、ね、違う、わかる、レナのものはレナのもの、俺のものはレナのシェアになるから。そう、レナが1人前プラス俺の 0.5 人前を食べるから 1.5 人前頼む。そんなに食べれませんよ。ごちそうさまでした。これ美味しかったですよ、めちゃめちゃ。なんか意外とすごいお腹いっぱいになった、ね、なんでかというとすっごいボリュームでした。飲み物も美味しかったし満足しました。歯車というお店はミュンヘンに来たら日本料理が恋しくなったらこっちに来てください。お、これが欲しい。いくらだと思う？皆さんいくらだと思いますか？ミュンヘンの日本の居酒屋で3ドリンク4プレートだよ。そんなにめちゃめちゃ食べてないよ。50ユーロ。それぐらい。あ、50ユーロ、うん、合ってる。50ユーロってことは日本円で7000円ぐらいだね。ああ、そう。でもそう思うと高いかもね。
そうだね。まあミュンヘンだからね。ミュンヘンで日本食レストラン行ってるから。いやもうだいぶ美味しかった。ね。全員日本人オーナーとか隣の人も日本人。うん、カップルだったしね。店員さんも日本人だったし、板前さんも日本人だったし。だからちゃんとした日本のレストランです。ね。おすすめです。はい、この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ミュンヘンに来て日本食恋しくなったら歯車。ぜひ行ってみてください。はい、ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。え来た、すごい。ちょうど家に帰る電車が来ました。ラッキー。よかったね。これ乗り過ごしたらね、1時間後ですよ。20分。マークとシュバーベンに行く電車は1時間に1本です。20分に1本ですか。はい、ということで今からミュンヘンからマークとシュバーベンに帰ります。よかった。バイバーイ。